じゃあ僕から話そうか。まず言っておくけど、カウンセリングが必要ない。結婚して5年になる。6年よ。5年から6年。だから、これは車で言えば車検のようなもの。エンジンを検査したり、オイルの交換や亀裂のチェックをする。わかりました。では検査をしましょう。10点満点で言うとどの程度幸せですか？8点。待て、完璧に幸せが10点で最悪な状態が1点か、あるいは。直感で答えてください。分かった。いい？え、8 8点。点。セックスの頻度は？それはどういう意味？こっちもわからない。やっぱり10点満点？1点はめったにない？それとも全然しないってことかしら？でも全然しない場合、ゼロのはずよね。今週はどうでした？週末も入れて。ええ。お二人の出会いは？南米のコロンビアでした。ボゴタだ。5年前になる。6年よ。そう、5、6年前だ。¿Qué pasa? Se bajó al barracuda. La policía anda buscando a los turistas que andan sueltos. ¡Estamos buscando! ¡Avisen los elevadores y los escalones! ¿Anda solo, señor? ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Anda solo! ¡Alto, señora! ¡Pasaporte, por favor! ¡Papeles! ¡Señora! ¡Papeles! Está sola. Está sola. Sí, ¿eh? No, 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 no. Está bien. Ahora no se le da. Está bien. なのね。ダンスはできる？
ミステリアスな人ね。君こそ。ルームサービスがなかなか来なくて代わりに持ってきた。ありがとう。うん、あ、美味しい。ヤギのミルクを絞ってきた。わかる。どうぞ。腕試しだ。そう。そう。うん。狙わなきゃ。狙ってる。洗ったら殺すからね。どうだい。怖いね。挑戦してみて。一発で幅は五発。さあ、挑戦してくれ。商品もらえる。当たれば商品だよ。マグレさ。もう一回やる。もう一回だ。はいよ。射的で商品をもらおう。当たれば商品だよ。どこで習ったの？マグレよ。よせ。やってから経った6週間だろ。惚れたんだ。頭がいいし、セクシーだし、ストレートだし。自由気ままでミステリアス本当に最高なんだ。俺はグラディスにプロポーズするまで2年半付き合った。浮ついた心が消えて本当の絆ができるまで待つべきだ。いや、だけどいくらなんでも早すぎる。よく考えたの？いろんなことを考え抜いた上で決断した。彼の仕事は何？建設関係。かなり儲かってるらしい。ウォール街のサーバーが倒せると鹿児島駆けつける。いわばコンピューターを救うバットマンだ。彼も出張が多いから理想的。半年もてば上出来だろうな。エディ、もうプロポーズした。何？結婚するんだ。おい、聞こえない。結婚するんだって。なんだと？おい、殴んのよせ。行かれしまったぞ。結婚するんだ。結婚するんだ。このフィルター交換しなきゃ。カウンセラーのウェクスラー先生は的外れな質問ばっかり。確かにな、一流とは言えない。診療室も街の反対側。4時の予約じゃラッシュアワー時だ。そうね、渋滞にはまる。キャンセルでいいのね？いいよ。分かった。ああ、そうだ、夕食は7時。はい、行く。いや、戻るよ。
電話があったらボスに呼ばれたと言ってくれ。ボスに呼ばれたってことはきっと重要な任務を任せられるぞ。絶対でかい仕事だ。君すまないがコーヒーを入れてくれ。砂糖たっぷり入れてね。頼むよ。やだ。どこに行くつもり？ああ、ボスに呼ばれたので。ボスなら見てるわ。いい坊や。ここで25年働いててもそのエレベーターには一度だって乗れないの。はい。これが任務？さも言って。ただいま。ちょうどできたとこ。ひどく振られちゃって。芝刈り機を出しっぱなしだ。仕事は？まあまあだね。カーテンを変えたのよ。あ、そう。え？どう？ん？感想は？うん。小柄で気の弱そうな人がこれ買おうとしてたの。あっちが先だったんだけど取っちゃった。君らしいな。グリーンっぽいカーテンだからこの色に合わせてソファーとラグも新しくしなくちゃ。前のカーテンのままならその必要はない。このことは話し合ったでしょ。もう少しまとって結論になったはずだ。気に入らないなら返品する。そうだな、気に入らない。すぐ慣れるわ。そうか。金利 0% のローンだって。今日は2回目ですね。なぜ今回は一人でいらしたんですか？自分でもわからない。僕はジェンのことを愛してる。幸せにしたいし大事にしたいと思う。それでも時々あと5分だけ。私たちの間には大きな溝がある。お互いに話さないことがその溝にどんどん積もってきてるみたい。これって何？それが結婚です。話さないこととは何です？あ、大した映画やってないな。うまそうだ。新しいレシピ？うん。え？お豆を入れたの。うん、豆か。どうりでグリーンだ。
塩を取ってくれる？真ん中にあるわ。真ん中にあるって？私とあなたの。ご主人には正直ですか？正直です。そう、嘘ついたことはない。嘘はつかないけど、秘密はあるわ。誰にでもあるでしょ。やだ、びっくりするじゃない。ああごめんよ、探し物があって。出かけるのか？ダウンタウンの法律事務所のコンピューターにトラブルがあって大事になってるらしいから。行くわ。うん、お隣との約束がある。分かってる。そっか、行くわね。すぐ戻るから待ってて。こういう経験をしているのはあなた方だけだと思っているかもしれませんが、同じ問題を抱えている夫婦は他に何百万組もいるんです。なるほど。楽しみは1時間だ。楽しみは？アルゴは正解。次の問題。インサイダー取引について全国放送の番組で質問され、サラダの話にしてと言った女性はブライアン。マーサ・スチュアート。マーサ・スチュアート。正解。次の問題。元ニューヨーク・ニックスのガードでパールというニックネームで知られた選手といえばマーサ。ウォルト・フレイジャー。てめえ、悪いな。トイレはどこにあるんだ？待ってるよ。どっちに？ポーカーやってんのか？うちわのゲームだ。消えろよ。俺もちょっとやりてえな。消えろって言葉の意味わからねえのか？そう言うなよ。仲良くしようぜ。出ていけって言ってんだよ。かっこいいじゃんか。すげえな。とにかくほら、金は持ってる。どうだよ、勝負しようぜ。やろうぜ。ダメかよ。俺が一人勝ちすると思ってんだな。しゃあねえ。ええかい。すごくいい靴だな。なんだよこいつ。この席空いてるぞ。それはラッキーの席だ。え？ラッキーなんてどこにいるんだ？今いないだけだよ。じゃあ俺が座る。それとも俺にビビってんのか？純銀セラー。うぅ、いいもん持ってんな。危機一髪を記念して全員やり。それをかける。それをかけるぞ。おぉ、ついてやがんな。バカ気だよ。やばいな。
60ドルだといいか。乗った。わわ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 。騙されたぜこの野郎。ポーカーやるぜ。さあどうだ。さあ見る。こいつらではすぐに読める。顔にも仕草にも出る登場だ。パラパラパン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 。何やってるんだ。悪いラッキー。もう用ね。出てってくれ。あんたがラッキー。ああ。本当かよ。なんだ貴様、仕事が欲しいのか。これが仕事だ。3のワンペーパー。悪い子だったわね。はい。悪い子はどうなるの。お仕置きよ。お仕置きした。あなた悪い人たちに銃を撃ってたわね。ラシンさん、ラシンさん、何かありましたか。隣に行かなきゃ。倒れてる。ソファに寝かせろ。タクシーを。お帰り。あら、あなた、あなたも出かけてたの。まあ、スポーツバーに行ってきたんだ。ちょっと賭けをしてきた。そう、結果は。ラッキーだった。いらっしゃい、お隣さん。いらっしゃい、寿司。いらっしゃい、寿司。いや、どうぞ。あ、素敵なお宅。 ありがとう。コート預かって。とても可愛いドレスなのに、私が持ってきたのもね。で、友達を紹介する。あんまり長話するなよ。キューバハマキどうだい。もういいんだ、すまない。ああ、身も心も健全ってわけか。そんなとこだよ。何か悪いこと。まあ、いろいろ。飲み物何がいい。白ワインいただくわ。あ、まあ、みんなは。私も。パパパパどうした。ちょっと酒をもらってくる。ダックスベリー社の株は暴落しててね。どうも。いや、スコッチを。失業者続出か。まったくだ。じゃあ、君はこの3ヶ月株で損したか。うちじゃ現金をガレージに隠した。うちの主人昇進したの。ありがとう。これでやっとキッチンを改装することができる。あー、やだ、また入ったの。レインコートがいるわね。あの、悪いけどね、ちょっと抱いててくれる。ダメよ、私、お願い、拭いてくる間だけ。お願いだから、うん、仕方ないわね。あ、炭酸水で拭かなきゃ。あなたが好きみたい。いいドレスだったな。素敵だった。ありがとう。Thank you.
おはようございます、社長。アトランタから連絡が来て。そうらしいな。それなんだ。飛行機の搭乗券とタクシーの領収書。ガムは捨てて早く。ティッシュある。ホテルの請求書も。ありがとう。なくさないように封筒に入れてね。身分を偽る。これはダムの設計図だ。わかった。後で見とく。やらしく。エディは来てるか。トイレよ。おはよう、ジョン。元気か。殺しの指示がない。今日も暇。そうだ、ジョン。次の週末、俺ん家で集まろう。バーベキューを女抜き、男だけでやろう。最高だぜ、ベイビー。ジェーンと相談する。俺の携帯貸そうか。何でも神さんに相談だな。知り確認も許可もらわなきゃならないんだろう。情けない話だな。自分のお袋は？同居してるだけだし、何も口出しはしない。俺はお袋にいちいち許可もらったりしないぞ。お袋は料理や掃除はしてくれるけど、干渉なんてしないぜ、ベイビージョン・スミスだ。どうもジョン。おはよう、アトランタ。今週はたくさん片付けてもらったけど、緊急の処理があるのであなたの腕が必要なの。ターゲットの名前はベンジャミン・ダンズ、通称タンクよ。彼は組織にとって非常に危険な存在なの。国防省に拘束されてる。現在は地上を移送中だけど、メキシコ国境から15キロの地点でヘリに乗せられる。ターゲットが FBI のヘリに乗る前に始末して。タンク？競合組織がいるのは知っているな。この件を君に処理してもらいたい。ターゲットは？ベンジャミン・ダンズ。これよりデータを迅速巧妙かつ秘密裏に始末せよ。了解。昨日の作戦でエージェントが一人捕まりました。彼は明日救出する。 G40 とグレネードランチャーが届きました。10機追加して。初めてジャスミン。ターゲットの名前はベンジャミン・ダンズ、通称はタンク。こんな坊や。そう、ターゲットは現在国境近くを移送中。移送ルートで唯一狙撃可能なのは国境南側の地点。現地を GPS と衛星写真で調べて、過去3日の天気も教えて。ターゲットは砂漠にある発着場でヘリコプターに移される。狙撃のチャンスはたった一度。砂漠ばっかだ。爆弾配置完了。準備万端。Thank you.
でしょう。これ見える？見えるけど、何者？タイマーが作動した。移送車はまだバッハエリアに入ってない。あのバカが作動させた。ってやつなの？民間人ね。さあ、軽くぶっ壊してやるか。武器を認識した。民間人じゃない。おい、クソ。くたばれ。移送車列がエリアに入った。タイマー作動。いいのかよ。中止だ。作戦中止。俺の顔を見られたかもしれない。誰かにバレたことは？知ってる限りない。だよな。まずいことになった。その相手は小柄で体重50キロってとこ。フィリピン人か。女かもしれない。女にやられたっていうのかよ。おい、多分な。同僚だ。そんなら話は簡単だ。女の殺し屋は多くないからな。デザートはいかがです？何があんの？アイスクリーム。アイスクリーム、うまそう。種類は？チョコとバニラ。両方食べよう。盛り合わせにしてくれる？できるよね。クリームもたっぷり。日曜じゃないけどサンデーにしちゃって。わかりました。頼んだよ。すごくいい子だな。あの子にお仕置きされてみたい。体重以外にその女の手がかりは？パソコン。何？独り言みたいでよく聞こえない。パソコン。なるほど、パソコン。あのバカが何者か調べる。ビデオ見せて。ジェンさん、ビデオ見せなさい。何？ファーザーからです。FBI がターゲットを確保。作戦は失敗です。失敗は許さないと言っただろう。邪魔者が。目撃者を残すとはもってのほかだ。君の身元がバレた場合、規則は分かっているが、後始末の猶予は48時間だ、ジェン。ご心配なく、お任せください。これから新しいターゲットの身元を洗い出す。何これ？何をしたわけ？キャンプファイヤーにでも放り込んだの？新品買ってよ。持ち主の思い出の品なんでね。
それ誰？それを君に調べてもらいたい。どうしてそんなに持ち主を知りたいの？落とし物を返してあげたくてね。いや、ビル。いや、ジョン。君、ベジタリアン？違う。友達はそうだけど。これでわかる。ダムモジュールをアップグレードしてる。中国製のチップね。輸入会社はダイナミックス、小売会社は請求記録から買い手も特定できる。これね、名前なし、住所だけ分かった。レクシントン通り570番地、5003号室、ニューヨークよ。この住所知ってる？まさか、おい、嘘だろ。コーヒーを入れてきてもらえる？戻ったけど、食事はどうするかって伝えて。夕食は7時。もしもし、ジョン、ジェーンが夕食は7時ですって。いつも通りだな。時間通りね。いつもだろ。マティーニとは嬉しいね。そうでしょ。出張早かったのね。会いたくて。うん、私も同じよ。食べましょう。ああ。今日は随分と豪華だな。ええ、特別よ。
ットロースとか好きなんだ。俺がやるよ。疲れてるだろう。ありがとう。いいんだ。仕事はどう？それが実はちょっとしたトラブルがあって。そうか。うん。他の会社と二重契約。はあ。インゲンは？あ、いらない。ちょっと食べて。それは解決したのかい？まだよ。でもじきに。ロストは大好物だ。そこの塩を取って。新しいレシピ？うん。うん。アトランタでは？こっちも問題が起きてね。参ってるんだ。大変なの？死活問題だ。ワインは？
何があったんだよ。ジェーンだ。俺を殺そうとした。よくあることさ。グラディスも俺を殺そうとしたよ。しかもジェーンよりももっと卑怯な手でな。女はみんなそうだ。ゆっくり残酷にじわじわと。女は男をいたぶる。グラディスと別れて俺はものすごく辛かったが、今は最高だ。誰にも邪魔されずデートだって自由に楽しめる身になったんよ。お袋がいるだろう。唯一信頼できる女性だから同居してるんだってば。でもショックだ。その気持ちはわかるよ。ショックなのは当然だ。ジェーンの全てが嘘だったわけだからな。彼女は人から情報を集めるスパイ。南仏リビエラのヨットでイランの王族から情報を得るために寝たりする。最低だね。何？何だって？何？何ですって？ジョンが殺し屋？そんなのありえない。そう。これは初めから計画されていたことかもしれない。ジョン・スミス監視計画。6年間かけて情報を集めていたが、任務完了だ。わかった。一つ聞くけど、彼を愛してる？いいえ。じゃあ殺せる。あなたの腕は誰よりも上。どうも。すぐに解決する。ジョンちゃん、ひどい恥だと思ってるだろうが、この話を聞いたのは俺だけだ。仲間は知らないし、俺も喋らない。きっとジェーンの仲間は6年間ずっと笑ってきたんだろうけど、そんなことどうでもいいこった。いいか、ここまで150ページの本が書かれたと思え。これまでの役は間抜けな道化師だが、最後の10ページを自分で書くんだ。どんなラストになるかはな。話せてよかったよ。これからもこうやって腹割って話そう。いいな、ジョン。これ借りるぞ。やっぱそうでなきゃな。明日にする。ああ、そう。平気？ええ。おやすみ。おやすみ。あなたは愛してない。おやすみ、ジョン。おやすみ、エディ。おやすみ、ママ。捜索開始。ポケットの中身、領収書、マッチ箱、全部調べて。ターゲットを知るための。ここは結構。ジェーン、ありがとう。あなたはこの男性を夫とし、死が二人を分かつまで愛するに誓いますか？誓います。ジョン、ジェーン、それでは二人を夫婦と認めます。お二人、誓いのキスを。何してるんです、スミスさん？ガーデンパーティーよ。ええ、お隣さん。へえ。いや、
ここに入るのは初めてだけど、いい家だね。うん、リビングからだ。なあ、こっちか。ああ、見事な床材だ。チークかい？レッドオークだよ、レッドオーク。あ、このトロフィー、君が今年のゴルフマスターズに優勝した時のだな。今年もか。今年もだ。来年は君が優勝だろう。急いでターゲットを調べ上げて。どんな手段を使っても構わない。電話の盗聴、クレジットカード、無線や携帯電話の傍受。声のサンプルは？こちらスミスです。発信音の後にメッセージを残してください。どうぞ。データ検索して。検索ってジョン・スミスを？見つけて。あの、ジェンさん。何？見つかりました。どこ？ここです。熱感知センサーに反応あり。全フロアスキャン開始。仕事場には来ないでって言ったでしょ。あなた今もスミス夫人か？仲間の多くはその名前。ボタン一つ押せばこっちはいつでも君をやれる。残念ながらあなたにそれをするのは無理だわね。警告だ。どこかに消えろ。いやよ。今すぐにだ。インセクター異常なし。おとなしく死んだふりすると思う？結婚して5年間毎晩そうだったろ。6年よ。私は逃げない。インセクター異常なし。はあ、それじゃ覚悟するんだな。侵入者を感知。プラン C で退去。全エージェント、プラン C により地球退去成功。全エージェント、プラン C により地球退去成功。全エージェント、プラン C により地球退去成功。全エージェント、プラン C により。じゃあ撃てたのに撃たなかったのか？オフィスからいろいろ持ってきただけでジェーンを始末できなかったっていうのか？おかげで俺の身もヤバくなった。まず狙われるのは俺んちだ。手を貸してくれよ。そうやってるのを見てるとこっちがどうにかなりそうだよ。猶予は48時間だった。残り時間は23時間、22時間、18時間と少し。命はあと18時間しかないってわけか。ママ、こっちは厳重警戒中だ。いきなり声かけたら撃つぞ。気をつけてくれなきゃ困るよ。分かったよ。俺はあの女に振り回されるのはごめんだぞ。ちゃんと始末しろよな。俺の女房だぞ。もう女房なんかじゃない。あら、敵だ。すぐそこにいるかもしれない。エディ、手がかりだ。会社の名前か。
BLA で始まるわけね。ブラックホーク動画です。私はアイテンプのものだな。新しい高層オフィスはいかがです？順調に建築が進んでる。急がなくていい。ここは快適だ。本当に快適ですか？ジェン、君だな。そうだろう。最初で最後の警告よ。この街を出て。俺は逃げたりしない。ええ、逃げられないわ。あなたは今地上70階に吊り下げられた鉄の箱に閉じ込められてるのよ。おお、じゃこれは罠か。3号エレベーターよ。君はしくじるさ。ん？必ずしくじる。いつも俺は甘く見てるからな。そうかしら。俺が何者か分かってない。どんなことができるかってこと。それはあなたも同じことよ。当ててみよう。バランスケーブルに爆弾を仕掛けてあるな。第一と第二ブレーキにもだ。どうだ？バレてます。黙って。メインケーブルにも仕掛けてあるの知ってた？街を出ると約束して、出ないと爆破する。わかった。君の勝ちだ。爆破しろ。え？爆破しろって。しないと思うの？ああ、君にはできない。いいわ。5、4、言い残すことは？ひどいカーテンだった。さよなら、あなた。今の何？え？今、さよならって。再会のセリフをいろいろと考えた。君にはぶっ飛んだ。君には一瞬で落とされた。素敵ね。どのセリフに決めたの？君と離婚したい。気に入ったわ。ここはプロポーズされた店だから、別れもここね。コートいいかい？ダメ。
シャンパンですか？シャンパンは祝いの酒だ。マティーニにする。私は結構。何が望みなの？俺たちは普通とは言えない。君は俺を殺そうとし、こっちも君の命を狙ってる。どうする？ここで打ち合うか。運に任せて。そんなことしたらこの店から出てってくれと言われるから、みっともない。ダンスをしよう。踊れないでしょ。それも偽装の一つさ。武将だったのも偽装？ハッピーエンドにはならないかな。物事の終わりにはハッピーエンドなんかない。満足した？ずっと不満だよ。それ俺の生身。結婚に失敗したのは偽って暮らしたから、出会いが嘘だったから。それについてはある結論が出た。ぜひ聞かせてもらいたいわ。君に殺された。挑発的ね。君にとって結婚とは計画し実行された任務だった。何もしなかったくせに。どうせこの結婚はただの偽装だろ。愛も偽装だというの？違うのか？どうかしら。悪いけど、ごめんなさい。出口はそっちじゃないぞ、ジェーン。その手に乗るな、ジョー。情けは無用だ。ジェーン・スミスよ。二度も俺を殺そうとしたな。たかが小さな爆弾よ。家に帰って買ってやったものを全部燃やすぞ。じゃあ家まで競争ね。もう着いたの？初めて会った時君はどう思った？あなたは？君を見て、クリスマスの朝のように思った。うまく説明できないけど。なぜそれを今言うの？終わりの時ってのは最初を思い出す。君に伝えておきたくてね。
君はどうだった？うん、私は とても理想的な隠れ蓑だと思った。任務優先ってわけか。ええ、そうよ。初めから計算づくでね。ありがとう、聞きたかったんだ。それじゃ。じゃあね。ジョン、やあビル、ああ何か手伝う？いや、いい。そうかい。ああところでジョン、君の車が車道に突き出して止めてあるけど。ありがとうビル。じゃあおやすみ。おやすみ。まだ生きてる？あなた。
射撃も量にも下手くそだな。最悪の妙物ぜ。あなた。撃ちなさい。撃って。撃ちたいか。撃てよ。すごい音が聞こえたけど。ええ、なんでもないよ。別に。じゃあ二人とも無事なんだね。うん、この通りさ。おお、そうか。それじゃあ君たちは。すまないな。ご心配なく。平気だ。家を改装してるのが、せっかくのレッドオークが。まあまあ、あと5分だけ。いい額だが、俺は50万ドル以下じゃベッドは出ないぞ。
was my big brass bed. Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. パンチ強烈だったぞ。聞いた？ああバッチリ。アスペンでの休暇、うん、早く帰ったのはなぜ？ジャンをやった。あんやっぱり。ああ狙ってたのに残念だったな。あ結婚記念日にヘリが俺を乗せてきた音を聞いたか？いいえ聞いてない。うん、手榴弾を使って一時的な難聴だったの。前に網膜を傷つけて、うん、識別できない色がある。この3本感覚がないの。肋骨3本と眼下を骨折。うん、ああ鼓膜も破れた。うん、うん、殺しの後眠れなかったことは一度も？そう、私もよ。うそういう連中よ。大きいのちょうだい。本気か？え、お隣のバーベキューセットを貸したまんまだ。平和部隊にいたのは嘘。え？ああ
偉いと思ってたのに。正直に言うべきじゃないのかしら。こっちも MIT 卒業ってのは嘘だ。本当？ノートルダム大美術史専攻。美術？美術史、立派な学問だ。分かった。最近は若造ばっかだ。正直に言うよ、君の料理は好きじゃなかった。センスがない。うん、料理は一度もしたことないの。部下がやってた。料理まで嘘かよ。好きな曲だ、我慢しろ。お客さんだぞ。え？まずい。どいてよ。どいてって。これは主婦向けの車だから。変わって。分かってる。ほら、いいか。いいわ。変わるぞ。変わって。告白するけど、前にも結婚したことがある。気は確かか。どうしたってんだよ。あなたにムカついたのよ。いや、ベガスで酔っ払って、そう、やめろ。それはいかつい。おめでとう。やめろ。焦るな。
君との会話を初めからやり直さないな。私ユダヤ教徒。俺は本当の両親を結婚式に呼んだってのに。まずいなこれ。こんなの出すなんて。ちょっと当て直してくれる？姉ちゃん、君に話してんの。ちょっと。なんだジョンか。おはようエディ。おはよう。無事で何よりだよ。あの嘘つきのクソ女を殺したか。もしかして私のこと？殺したらよかったって。冗談だ。おい、元気でよかったな。エディ、話を聞け。俺たち困ってんだ。困ってるとかのんきのこと言ってる場合か。殺されるぞ。かもな。かもだと？うちの組織まで狙ってるんだぞ。おそらくは彼女の組織もだ。自分はどうだ？俺？どの立場だ？俺の立場？今朝の襲撃には遅刻しちまってね。おかげで大金がパーだ。それじゃあ俺を疑ってるな。無理もないがそんな目で見ないでくれ。いいな。ジョンとは長年の付き合いだ。こいつとずっと前から組んできたんだ。ベイビー、あいつらは俺の家を吹っ飛ばしジェーンを撃った。俺の仲間だ。もし噂が本当ならジェーンの組織はうちのライバルだ。つまり君たちはお互いに商売敵の組織に所属してるんだ。言ってることわかる？うん、ジョン、ということはだ、君たちが組織を無視して手を組んだら誰も保護してくれない。どのぐらいまずい？どのぐらい？うん、カナダ覚えてるか？あれがガキの遊びに見えるくらい。あれあなた？惚れ直した。それよりジェンは。エディ、よそ、もうよそ。それには関係ないよな。分かってる。事実を言う。君たちが別れるんなら生き延びるチャンスはある。わずかなチャンスだが助かるかもしれない。だが一緒にいるなら死ぬ。組織が狙うターゲットを奪わない限りはな。見つけた。連邦裁判所の地下2階 D 号室。周囲の動く物体と熱を感知するシステムが装備されてる。あなたに協力できるのはここまでよ、ジェン。分かった。ありがとう、ジャスミン。頑張って。木星の気球が流れ込んだ。その影響で夜半から広い地域で雨が降る。誰かチャンネル変えてくれるかな。ニック、頼むからそこでうだうだしてないでチャンネル変えてくれよ。面倒だろうけど悪いね。30秒。その間にボヤをさらって。いい。分かった。これまで何人消した？知りたい？俺から言おうか。そうね。正確に数えてないけど、そうだな。50人から60人くらい。うん。うん。長くやってるからな。でも大事なのは312人だって。どうやって？時には2人、はあ、どうしたの？別に何でもない。周囲はチェックしたか？ちゃんとしたわ。警察の線は？そっちも傍受してる。それからこれが初めてじゃないのよ。312人だもんな。そうね。左に行って。左よ、あなた。左。そういう言い方するな。いいな、優しく。お願い、左よ。左は行けない。ほら、左は壁だ。見ろ。
まっすぐか後ろに戻るから。左はない。どっちに行けばいい？調べるから待って。俺がどんなところにいるか見えるな。ゆっくり調べろ。ええ、わかった。待って、すぐ調べるから待ってよ。動かないでよ。もうすぐだからそこから動かないでね。ジョン、何してるの？どうする気？合図したら電源を落とせ。今、電源を切れ。チェン、切るんだ。おい、あなたの何？今消すの、電源入れ。バカ！ここに来るぞ。おい、手錠外せ。黙っててよ、黙って。ニック、黙ってろ。ニック、銃をくれ。ニック、俺にも銃くれ。嘘。私が指示を出すのを待たずに動いたわね。ああ、即興さ。おかげで計画が狂った。計画が悪い。そんなことないわ。頑固者。几帳面なの。直感がものを言うんだよ。その直感のおかげでビル中のアラームが鳴った。でも目的は果たしたぞ。君のやり方じゃなかった。あなたのやり方よね。どしばっかり。クリスマスも結婚記念日も、私の母の誕生日もプレゼント忘れた。偽物の母親だろ。チームワークを乱すのはいつもあなただってことよ。君が欲しいのはチームじゃなく召使いだ。信頼できる仲間よ。君といると息が詰まるよ。そう。ねえ、それはどういう意味？君はどんなミスも許さない上に、自由な判断も認めない。付き合いきれないよ。じゃあ別れる？どうせ偽りの結婚だし。あんたたち何者なんだ？うるさい。どうやらこの坊やに家庭内の問題を知られてしまったらしい。実に残念だ。だがそれで弱みを握ったと思ったら大間違いだぞ。知ってることを話せ。なぜ命を狙われてるんだ？よく聞け。ハニー、やめてくれ。早く済ませて。人質の前で俺のことをバカにするのはよせ。状況が混乱する。ごめんなさい。よし、そこでだ。どこまで行った？間違いだそうだ。黙れ。これから選択肢を与えてやろう。いいな。選択肢 A。 できたら黙れって。選択肢 A、 全てを話して無事に帰る。選択肢 B、 何も話さず俺に親指を引っこ抜かれる。こいつは痛いぞ。選択肢 C、 これは詳細を省くが結論だけ言うと死ぬってことだ。ベンジャミン、分かった。二人とも気が短い。分かった。飲み物をくれ。ジュースでも何でもいいから。選択肢 A だよ。あ、痛えよ。今のはいい一撃だ。痙攣してんのか？縛られて動けないんだ。俺のポケット見ろ。ターゲットは俺じゃない。あんたたちだ。夫婦だと分かり、二つの組織がわざと同じ指示を出したんだ。一緒になってあんたたちを消す計画だよ。
競合組織のエージェントが夫婦だとビジネス的にはまずいからね。殺し合わせようとしたんだ。あなたがおとり？まだ駆け出しさ、入ったばかりだけど、2、3回殺しをやれば管理職だ。なぜ今も写真を持ってる？額に入れろっての。始末しろ、燃やせ。基本中の基本だ。基本クラスをサボったからね。敵同士結婚したあなたたちも同じかな。あなたは今もおとり？ベルトだ。ベルトを見てくれ。あと2分。1分よ。外して。誰もいないぞ。ラパスに逃亡用のボートが隠してある。こっちは北アフリカ行きの貨物船だ。どうする？別々に逃げるのがいいかしら。これまでの私たちの結婚って何だったの？最低の結婚だったよな。だろ、どっちも欠点だらけだし、おまけに嘘つき。でも逃げたら一生追われる。だから逃げずに戦おう。決着をつけるんだ。その後は君の好きにしていい。ありがとう。こんな時に結婚って何だったのなんて。やめろって。これいい店だ。来世で会おうじゃない。ええ、そうしましょう。
し合おう。何も言うな。上に行く。踊りになる。時計回りに動くから背後頼む。てるか。楽勝よ。弾が詰まりやすい銃だ。気をつけろ。左に行け。俺は右に行く。ボートで逃げるな、明暗だったかもな。この季節は雨が多いから。私はどこよりもジョン、あなたのそばがいい。何よ。
your noodle model parlor in the nefarious zone. Hanging out with insects, under duct tape, the CIA was on the phone. Well, such is life. Latino Caribo, Mondo Bongo, the flower looks good in your hair. Latino Caribo, Mondo Bongo, nobody said it was fair. このところご夫婦の仲が改善したようですが、まあうまくいってるよな。まあ時には頭にくることもあって殺したくなる。だけど私もよ。でも撃てない。いい兆候です。そうかな。時には戦うべきです。うん、それが結婚よね。ああ狙いを定めて。ああ家を改築したの。うん、そう改築した。結婚生活というのは常にうん、危険と隣り合わせ、うん、でも二人一緒なら切り抜けられます。今まではそうね。今までは何言ってるのよ。この先は分かんないだろう。今まではね。ではお二人の関係は以前より親密になったと感じていますか。セックスの質問をしてくれ。じゃあ10点満点だと